ななみゆうまの神プログラム。マスターポンポンポン、あやねまこです。マスターポンポンポン、水野ななみです。マスターポンポンポン、青木ゆうまです。収録開始5秒前に探偵あやねまこがですねとある事件の結論にまで達しました、ね、犯人が分かりましたよ。犯人は何が分かったんですか。ここの席に直前まで坊主が座ってた、はい、坊主がそう、なぜそんなことが分かるんです。短い髪の毛が一本してあれ眉毛かもしれないだろ。なんでこんなんだからその切りっぱなしのやつだからもうその長さで勝ったとしか考えられない。前髪切ったかもしれないじゃん。そうそう、5ミリより8ミリぐらいかな。坊主のパーソナリティがラジオを撮っていた、ね、瀬戸内一着長のすごいウケた、ラッキーすごいウケたわ。あと坊主っていうか完全に特等だしね。瀬戸内一着長、水野さん最近髪姫はどうなの。ランク159になりました。やばい、160いくね。160いったらあのレイドでロチちゃんと戦えるんでしょ。すげえな。もういよいよ、うん、あの最近レイド、あのこの間のレイド無双もあったじゃないですか、うん、なんかいつの間にか神プロリスナーの人が私のフレンドにて、違う、私がねもうあの戦闘でお世話になった人も気まぐれで友達申請してたら、まあ、その中に混じってたっていう、すごい確率じゃない。多分それだけなんですけど、だって別に ID 晒してとかじゃない。ああ全然全然、まあでも相手は私の名前と、あといつもランク何々ですって言ってるから、あこいつ店の並みは、うん、分かってるかもしれないんだ。でもういつもその人がレイド無双バトルの時も、普段の、うん、あの奥ちゃんとか倒す時も助けてくれて、その人、うん、その人が1位で私が2位でなんか何もしてない。天沢誠二じゃん。あのいつもありがとう。はい、ということでそれでは今回も始めていきましょう。神、はい、プロクラブスタートでーす。この番組は DMM ゲームズテクロスの提供でお送りします。マコ、ナナミ、ユーマの神プロクラブ。改めまして、あやねまこです。水野ななみです。青木ゆうまです。さあまずはこちらのコーナーをお届けします。神コードチェック。さあこちらは神姫プロジェクト公式ディスコードサーバーディアボロスの屋敷でマスターたちがどんな話題で盛り上がっているかをチェックするコーナーでございます、うん、今回は推し姫は〇〇ならナンバーワンというお題の書き込みをチェックしていきます、うん、まあ、自分が好きなあの子が、まあ、この分野においては他の追随を許さないみたいな。ベレス中二病だそうだね、まあそうだね、終わり。今更みんな書かないと思う、ね、終わり。これは中二病、うちのベレスは中二病ナンバーワンですって今更書かないと思う。知ってらーってできらーってなっちゃう。弁当のやつだ。なんだよ、なんか美味しいやつですよ。ごめんごめんごめん。はい、ベレスちゃんはあの声ならナンバーワンだと思うよ。ベレ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 、めっちゃ喉痛くなるね。喉辛そうだな、もう今日ほんと喉、あぎ喉、あぎ喉、そっか、ない言葉なんで、あぎ喉だ。はい、どんなん来てるんでしょうか。はい、A さん、はい、口なだは A さん、すごいすごいモブの名前のやついる。 A さんだ。足立さんかな、安藤さんかな。口なだは男嫌いならナンバーワン。イフを除けば村人でもあんただろうと男に襲われることが一切ない。一貫性が良き。いつでも罵ってくれるのも助かりますということで、男嫌い、はい、男嫌い、好き嫌い、男を罵る系の、あ、罵る姫ちゃんで、はいはいはい、へ、しかもだから最終的に自分だけに気を許してくれるみたいなことも含めてなのだろう、きっと。へえ、それ真似しようかね。はい、だから常に罵られたい方はあの彼女をぜひパーティーとかね、トップ紙に置いておくといつも、水野さんが串灘の話してる間に真似してみようかねって言った。おいいよいいよいいよ、私男のいい人が、あーって、うん、バカだれってバカ、あののしり今の無視してください。いいよ全然、あのモテたかったらこの番組で試しに俺のことずっとののしってるのもいいから。助けてくれなくなったら困っちゃうから。マイマイさん、マイマイさん、マイマイさん、ありがとう。ウィシュヌタンは属性ならナンバーワンだと思います。なんだそれ。属性の名はお姉さんロリ属性。あ、そういう意味か。お姉さんロリ、こんな珍しくて可愛いのはウィシュヌタントップですよということで。属性ってから普通に光とか闇とかの話か。そういうあれね、キャラクターとしての付与されている壁の話ね、はい、まあ、多分今画面に出てるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、猫耳がね印象的なわかるわかるロリキャラクター。ちょっと見た目からあんまりお姉さんってわからないんですけれども、やってみると
その辺にじみ出てるんじゃないかな。お姉さんロリか。お姉さんできる？え、ロリなのにお姉さんなの？ロリなのに、うん、あれじゃない、いわゆる最近ここ3年言うようになったバブミみたいな。あー、なるほど。よしよし、よく頑張ってね。ビリ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 、よく頑張った。いろんな潰し合いが起きたぞ。今褒めてやるって言ったらいいのかい？まあいいとしましょう。はい、続いて5歳に出ました。続いて、まさちくん。まさき、仕立て屋のフリーちゃんの最高スキルはいつも通り、うん、ダントツナンバーワンです。まあ、今日は推しだからな。まず、クオリティはもちろんのこと、服のほつれ程度なら一瞬でさささっと直してくれちゃうほどのスピード作業、うん、防具のお手入れや強化、新しい服を仕立てたりと民には欠かせない存在だと思います。ということで、今回もね、可愛いイラスト添えてくださってますね。さっき絵うまい。はい、さすが。もう長らく裁縫なんてやってないな。ボタンちぎれたらどうすんの？もうね、捨てちゃ。ちょうだいちょうだい。ボタンを。服ごとくれよ。ちょ、面白い服いつも着てるから。ああ、はい。確かにたまに褒めてくれるな、俺の変な服を。そう、この服いいなって言って。そう、いや、諦めちゃうことが増えたね、ボタンを取れたら。マジでちょうだい。直しちゃいなよ。うん、え、やだよ、もらうよ、そんなの。違う、何言ってんだよ。なんでつけてやらなきゃいけないんだよ。つけてくれよ。すごい、つけてくれよ。なんでだよ。すごい、アンチ女子力ですね。続きまして、未来英語初心者くん。はい、アモンが感心するほどなんですよねということで、うん、あ、違う、あの今のフリーちゃんに関し対するあれが、あ、幸いね、レスポンスですね。はい、コミュニケーションですね。そう、僕らはね、リスナー同士のコミュニケーションを見ると、はい、おおって思うからね。はい、ということで、コミュニケーションが発生しております。フリーちゃんの裁縫とかの技術がアモンが感動するほどということで、ね、アモンだって飛びそうなのに、はいはいはい、ね。ほい、続きまして、雪玉くん。雪玉、子供と俺の性癖歪めるサンタさん、そんなサタンはエッチなパームルナンバーワン、スケベな下着とドエロい術のワンダーランド、サタンが最高、そいつが俺のアンサーやということで。フリースタイルバトルだった。すごくない？何が起きたんだ？すごい才能が一つも、すごい、それをしろと、それをしろと言ってない場で。そうそう、すごい、すごいね、サンタとサタン、サタンそうだ、サンタとサタンもいいね。ナンバーワン、ワンダーランド、はい、ということで。で、何が言いたいの、ゆきだまは。聞いてやれよ。文章になってるから、ちゃんと。サタンちゃんのおパンチューがすごいという話です。あ、そういうことか。ナンバーワンだ。続きまして、未来英語初心者くん。おい、主人公を愛している主人公が非常に大きい存在という神姫現実は多いですが、うん、主人公が、亡くなってしまうと後追い、うん、しそうなほど主人公依存症を発症していると思われる神姫もいます。はいはい、ナンバーワンというのがめっちゃいっぱい書いてあるな。アリサ、アリサ、サンマエル、アリアンロッド、ルナ、ポイベ、フィアあたりが当てはまると思ってます。誰がナンバーワンだと思います？思います。私はサマエルなんかじゃないと思ってます、ということで。あ、まあ、サマエルちゃんね、この間あの継承者サミットですごい太客がいることが判明したから、もしその太客アンターがいなくなったら神プロのために戻ってきた。金かよ。大事だからな、テクノスにとってもな。うん、そうよ。うん、でもここに書かれてるやつがみんないわゆるキャラ造形としての、うん、あのキャラメンヘラじゃないのも面白い。うんうんうん、そう、アリサだってなんか ね、割とさっぱりしてる。やっぱアリサはあのアンタアンタって言ってるので、いつもどうしても残ってる。呼びかけがな、頭の中にな。なんだな。はい、続きましてエクレアくん。はい、腹黒さナンバーワン、つくよめちゃん。うん、上司アマテラスの暴走を彼女の秘蔵コレクションを目の前で破壊し、降参を促すという暴挙を実行。うん、その後白旗を上げたアマテラスをガチ説教。うん、継承者がホワイトデーのお返しを渡そうとしたら、知らん、でもいいんじゃと吐き捨てて受け取り拒否。あら、バースト時のボイスが覚悟しやと、多分これ言っちゃいけないやつなんだと、かなりきつめ。汚い口調の剣を問いただす、何のやらとすっとぼけるということで。はい、綺麗なのにね、見た目は綺麗ですが中身はね、なんかあのそういう裏とかなんかちょっと汚く見える部分がある方が人間味があって、スコという、はい、スコスコスコって何？好き好きなのに、なんでこって出てくるの？これはネットスラングの話になるから長くなりますよ。理由はないですけど。理由ないのか。そのファンの人が、あ、あやねさんスコって言ってくれたらありがとうって言っておけばいいの。ありがとう。ありがとう。私もスコだよって。スコだよ。一つ詳しくなるよね。はい、じゃあこんなところにしとくかい。はい。ということで今回は推し姫は〇〇ならナンバーワンというお題の書き込みをチェックしました。今後も新しいお題が追加されていきますので、ぜひコメントしてください。うん、以上、神コードチェックでした。マコ、ナナミ、ユーマの神プロクラブ。
ここからはこちらのコーナーをお届けします。今週の神姫ガチャ、はい、さあ、あやねさんと水野さんが10連ガチャを引いて SSR が出るか運試しをしつつ実際にパーティーを強化していくコーナーだったそうです。もともとはもうひたすらに回すコーナーにはなっていますけれどもね。さあ今日は何引くんだい。ヘル欲しい。あ、そうだ、前回ね、もうこれでガチャの期間終わりって言ってたけど、よく考えたらその同じ日にもう1本取ってるんです。まだあるではでは、いけるかな。今日こそ取りたいヘルかロキ、うん、ロちゃん、ロキ持ってる。ロッキちゃん回数で言うとね、もうね結構回してますから。行くよ。そろそろ、はい、ケネル。何？ケネルって。空島編の話してる。ケネルって言ってる、ね。スズロって書いてくるんだよな、あれな。あ、おうおう、ゴムだから。青い稲妻ですね。どうなっていくのかね。先ほどね、軽くスコから始まるですね。インターネットスラングの話になりました。何もわかんないな、ね、ここも無事に SSR 出して、うん、サンキューマッコと行きたいところです。マッコちゃん、マッコちゃん、あ、なんで、あ、なんでか確率、そう、数字だね。なんでかを問われたら、なんでかを問われたら、まあその 3% とかなんで出ませんよ。 3% でしょ。おつまこ、いや、だ 3% だから、逆に言うとそのもう一回引いたら出るかもしれないですね。イグイグ、あともう9000しかない。いけ、怖い。イグイグって言った今。イグイグ、ああ、出してほしい。イグ、なんか全然出ない。ああ、最近は、あ、また青い稲妻だ。ああ、僕を攻める。攻めてるね。うわ、うわ、なんか俺ブラックが強さ、なんかすごく武器だわ。うん、すごく武器だわ。すごく武器です。インターネットですね、それも。すごく武器です。ね、あ、すごく厳重です。おお、すごく神姫です。あ、なんかすごいインターネットスラングみたいな。何これ。本当だ、インターネットスラングが来た。やばい、社員がいるよ。本当だ、社員がいるよ。社員、すげえ。完全なる伏線回収。なんで SR 神姫、このアナサクヤの上にはそのインターネットスラングがあるの。テクロス、ちょっと後で調べてそれについて軽く話すかもしれません。やっぱストーリーであるのかな。にもさ、こう、くれよ、なんかもういい、もういらにはキャラ付け的にその要素がないから。欲しい欲しい。ちょっとあれが何なのか、ちょっと後で確認して話しましょう。というわけで、SSR 出なかったけど、まあ一旦盛り上がったから、あやねさんありがとうございました。続きまして、水野さん準備お願いします。さあ、水野さんも、はい、はい、新キャラガチャでよろしいですか。はい、ちょっとさっきの顔文字が忘れられない。ドキドキしてるんですけど、頭の中がインターネットでいっぱいいられるんだよね。インターネット最高ということで、引き続きということでって言われて、神姫もまたね、インターネットですからね。そうですね、インターネットのご加護がありますようにという気持ちを込めて、そろそろ見たいよ、虹とみたいに出ませんね。今日全然出ないじゃん。調子悪いっすよ。なんで赤い稲妻だ。あ、じゃあ可能性がまだなくてわかんないと。うわ、気にしなかったな。あ、可愛い、この子。最後に1個ぐらいしか決めなかったね。うーん、ドンキョーテ、ドンキョーテだ。エリン、ベジリスクロッチ、ミノタウロス、ミノタウロスの時とミノタロウスの時あるよ。ミノタロウス、ミノタウロス、ダジマスキス。ミナタウロスは体が、お、これは姫出るか、あ、姫出なかった、姫すら出なかった。うわうわ、なんかめっちゃシンプル。ちょっとインターネットを求めてもう一回。ミノタロウスは上があれか、馬、上が牛、上が牛、下はケンタウロスが下が馬じゃなかった。ミノタロウスは上が動物じゃなかった。下は黄色、下人間。あ、今なかったよ、今なかったよ。見ろ見ろ、ケンタウロスとミノタウロスの差の話した。あ、これは幻獣かな、幻獣来るかな。どうだどうだどうだ、幻獣来るかな。あれあれあれ、んんあれあれ、どうなるどうなるどうなる、どうなる、うい、あー、竹見かずゲットでございます。ありがとうございます。 SSR が出てよかった、やったやった。はい、現状だとオッケーオッケー。あとはまあいつも通りね、プライベートで弾いていただいて、はい、なんか出ない。まあだから結果的に言うと、あやねさんがロキ引いただけか、今回の新キャラは。ヘルも見たかったですけどね。難しいんかね、今回ね。またいつかピックアップされた時にチャレンジしていきましょう。ということで、以上今週の神姫ガチャでした。マコ、ナナミ、ユーマの神プロクラブ。
さあここからは番組に届いた普通歌を紹介していくんだけれども、はいはい、さっき出たこの花咲夜、さっき出たのは SR だったけども、はい、R のね初出のこの花咲夜のフレーバーテキストが、うん、桜を司る力を持つ神姫、はい、また桜の力以外にも言霊を操り、はい、頭上に顔文字として視覚化させる能力がある。ただその理由は分かんない。え、じゃあなんか終わった、ね、そうそうできる。あと、富士山とか出てないのかな。あとタイヤオとかも作れる。知らねー。え、すごい、アスキーアートまで出るの。そうそうそう、タイヤオとかささくってる場合じゃねーとかも全部やるおもてんの全部出せます。ピップリやるお。それがただただその持ってねえからストーリー読んでないからなぜ出せるかは分かんない。いいな、私も出したい。なぜ出すのかは分かんない。いいのいいの。さあじゃあ普通歌読んでいきましょうか。お願いします。はい、ではまず、せすい神ブレイズプステレバちゃん、あやねさんの言い方、レイカさん、かっこ重い重い人、思いが重い人、あ、はいはいはい、書いてきました、お三方のうち少なくとも青木さんは聞いたことあるのは知ってますが、うん、最初期の主題歌Blessed Element を覚えていらっしゃいますか、はいはい、フルコーラス版の円盤配信を未だに待っています。さすがにもう諦めた方がいいねちくーということで、そして話題が変わりますけど、うん、アズリバイブってどう思いますか、うん、せいですか、アズリバイブ、アズリ一旦音の印象だけ聞かせて感想、うん、アズリバイブ、はい、せいです。いっぱいガスも漏れたし、しかもせいだった。バイブでしょ、早くバイブ、バイブ、そのお二人ちょっと一回考え直してほしいんだけど、はい、バイブという言葉自体にせいはないんだよ別に。あの携帯だってマナーモードって言葉がそっか、バイブレーション、その定着する前はバイブにしといてみたいなことあったじゃん、うんうんうん、なるほど。ではアズリバイブってでもだってずってんですよ。え、ずってんすか。そうなんです、僕まだ分かんないですけど、ずってんすか。何、アズリバイブって何、だってずってんでしょ。アズリバイブというのは、うん、とある SSR 水神姫の解放ウェブなんですけれども、うん、優秀で普段から変身してテストを盛り上がそうな文字入れたら止めましたということで、だから我々がその国崩しとかで盛り上がってるのと一緒で、アズリバイブはどうだと。アズリバイブはだってもうせいじゃん、うん、だって神姫に出てくるんでしょ、もうせいだよ。あー、それ言い出しちゃうとさ、それ言い出しちゃうと元も子もねえよ、全部全部せいなんだから。でもさ、初対面の若い女の子にアズリバイブ言える。あんま言わないっす、神姫の武器の名前。アズリバイブ、アズリバイブ。急にでも神姫の話をしたとして、あで俺一番好きなさ武器がさ、きっしょ、俺一番好きな会話運び、きっしょ、国崩しと国崩しとアズリバイブ、最悪の人好きなのよ、だってうちは。まずゲームの武器の話し始めるのが面白いし、それがドラゴンクエストであったとで気持ち悪いし、ね、そのドラゴンクエストは別にスライムがって言って、別にスライムが好きなんだって言うんだけど、確かにキャラクターとして好きとかは、ね、アズリバイブはだってもうダメじゃん。ダメなんだアズリバイブは。でも私調べたんですけど、この水上姫ちゃんの名前の方が私は正だと思ってて、そうなんですか、教えて、スカ、なんでスカ、スカ、スカ、アハですよ。スカーハちゃんです、まあ、スカーハの、要は日本語発音いろいろあって、はい、別のさ、スカーハ、スカサハとかスカーサハとかって言われることもあるやつだって。手作オタクなだけ、オタクなだけ、オタクって神話に詳しいから。手作スカーハのアズリバイブ、スカーハのカタカナのアズリバイブ、スカーハ、スカーハ、うん、スカアハ、ね、アズリバイブ、もうそれは空目です。ということで、ステイということでございました。続きまして、お、未所属の御の字ソアカさんからいただきました、ありがとうございます。皆さんポンポンポン、はじめまして。私は7年前まだ学園生の頃に、母のマンマの iPhone で神姫プロジェクトをブラウザ版をプレイし始めてから5度引退し、5度引退し、今回オレツバコラボを機に6度目の復帰を果たした。おかえり、大仁田くらいやめて、大仁田くらい帰ってくるじゃん。出戻り常習犯の御の字ソアカです。おばあさん引退スペシャルだ、はい、私今回6度目の復帰ということで目標があります。何、それは神プロがサービス終了するまで引退しないということです。あ、なるほどね、素晴らしい。そのためにどうかどうか私をどこかのユニオンに入れて、あの挿入のソウルがちゃんと書かれていますね、入れていただけませんでしょうか。優秀かよ、私は役に立ちます。なんかこう役に立ちます、よろしくお願いします、ということで、うん、
なるほどね。だから確かに、あのただ続ける分には自分で一人でやってると飽きちゃうけど、番組があってたまにレイド無双があったりとかしたら、続ける気力になるんじゃないかっていうことね。おめつえんか、おめつえんね、あ、なんかね、アピール文も書いてあるけど読んじゃっていいんですか。読んじゃう。所属しておらず所属したいということで、ありがとうございます。アンケート項目、はい、自己 PR 読み上げさせていただきます。私は就活診断において、芸術家と専業主婦に適性があるとお墨付きをもらっています。クリエイター適性があるってやつですね。はい、仲間仲間。キユニオンにおいては潤滑油のような働きで貢献いたします。いやそういうような就活面接で油だらけになる。パーツが欲しいのに油ばっかくる。めっちゃめっちゃね。神プロのランクは現在152。それは最初に言えよ。お前が油なことどうでもいいからランク言え。強い。編成は光パのみで、ジャックカタスから強奥までソロで倒すもん。いや素晴らしいね、うん、やめてる終わりですよ。結構長いことやってたのが休み休みになっちゃってるって感じだね。ほしいじゃあ一応普段はエンディングでやってるけども、せっかく内容ごとそうだったので、本編で取り合いましょうか。そうですね。いるのうちはいるけど、みんないるよ。確かに昔、確かにまずいるかどうかの確認からやってたな、これな。うち全部欲しかったじゃん。まあレイド無双始まっちゃってんだから全員いるよ。そうね。そりゃそうだ。ではですね、ちゃんとそのこの、エンディングで流れでじゃない形でやるの久しぶりなので、こういった場合はどうやって決めるのでしょうか、水野さん。はい。うえ。なんだっけ。なんだっけね。どうやって決めんだっけね。じゃあ一斉ので今日は。はい。いつもね、神プロじゃんけんかしこぶるじゃんけんか分かんなくなる。しこぶるじゃんけん。しこぶるじゃんけんですね。しこぶるじゃんけんとは何ですか。しこぶるじゃんけんとは古来の日本の。久しぶりですね、こんなちゃんと説明すんの。嘘だよ。グーがたまたま2つ、そうそう、チョキがサダで、パーがなんだっけ、おっぱい、おっぱいだ。目の前の人間の乳を揉むパイ、そしてそのまあちょん切ったりとかするサダ、はい、そう、そして、タマの3つの、あとはじゃんけんと同じルールです。はい、ということで、はい、では同じ空間に捧げる、シックブールじゃんけんじゃんけんパイ、青木玉、そして水野彩音ともにパイということで、いきます。シックブールじゃんけんじゃんけんパイ、見事に彩音さんが勝利でございます。強い。そう、彩音さんはね、じゃんけんが強いんで、ただただ誘い神ブルーアイズパステルの子ちゃんに人が増えていくんだよ。まあ、前回レイドもそうでね、ちょっとね、あのシコブルが上に行きましたから、それも踏まえて本当にやめなくなったもん。一回折れるだけで。じゃあね、新たな、仲間もできましたので、引き続きですね、普通お待ちしておりますよ。ゲームのことはもちろん、それ以外の話題でも OK でございます。マコ、ナナミ、ユーマの神プロクラブ。続いてはこちらのコーナーをお届けします。ペレレスからの挑戦状。頑張れ。大丈夫大丈夫。あいぎのだ。口パクする。やって。私が演じているベレネスは普段から中二病のような今をするキャラということで、このコーナーではお題のワードをベレネスだったらどういう風に言うか、マスターたちに予想してもらう。よし、こっからは俺に任せろ。よろしく。今回マスターたちに回答を考えてもらったお題はこちら。セルフレージ。ありがとう。みんなの力でベレネスのコーナーどうにかしていこうぜ。よし、これで喉を殺してやる最後に。よし、じゃあ早速マスターたちの。それでもどうする。俺がやろうか。いけるいける。ありがとう。優しいな。じゃあちょっと入れるね。入れる時間ね。はい、あやねさんが入れる時間に入りましたということでね。俺あんまネットスラングって使わないんですよね。そんな、もう普通使わないよね。そう、何、ネット上で俺多分 W すら使ったことないと思う。ああ、草。そうそうそう、草生やしたことないです、 LINE とかでも多分。食わせ藤子とかもやらないんです。やる状況ってどういう状況なんですか。入りました。入りましたか。ちょっと聞きたい話まだあったんですけど、一旦やりましょうか。これなんだ、誘い神ブルーライズパステル猫ちゃん少女。今愛なんだって言った。愛なんだ。急に V6 が懐かしい。ペンネームグッドオーバー。あれっと、行くよ。ルンタッタ、たった今我一人で牛乳買ってきたのだ。みんなどうしたの？我がセルフレジの店でお使いができるわけがない。
ズルしたんだろうって。違うのだ。本当に一人で変えたの。信じて。皆さんポンポンポン。あ、ありがとうございます。しっかりできない。あやねさんが喋ってることになってたから。水のサポートによりベレヌスにさせていただきました。いつもどうやってたかね。忘れちゃった。すっかりできない子だと思われてしまっているベレヌスちゃんですが、うん、俺つばコラボでは素晴らしいラジオさばきを見せてくれましたね。きっとセルフレジだって造作もないのだ。まあそのセルフレジくらいは誰でもできてほしいけど、ピッピッって。ただ店によってちょっとずつルール違うのやめてほしいよな。違うし、もう俺さ商品読み込んでいいのかなと思ったらさ、まださその何々ペイの話とかしてたりとかする。レジ袋はもう、そう、レジ袋はずっといらないから、レジ袋のための時間作るなよっていう。バーコード、確かにワンクッション置かないでほしい。あれめんどくせえ、めんどくせえ。じゃあこれわりかし普通だったね。かわいいね。普通だったねっていうのもなんだけど、よくできてたんでいいんじゃないの。よくできてた、かわいいね。そう、ベルヌスはそのできない子に思われがちだけれども、うん、意外とちゃんとしてるんだぞというところをね書いてる。意外とちゃんとしてんだぞ。ありがとうございます。ありがとうな、うん、はい、よし、じゃあ次もう一枚あるよ、はい、入れるよ。はい、お願いします。ネットスラングをその肉声で言うことなくないですか、そもそも。え、食われてる時間。そうそうだ、それもさ文字で見たことあるけどさ、うん、あれでしょ、あのキーボードをこの左から右へベーってやった時に出るやつでしょ。気持ちいい。あ、気持ちいいは違います。ネットスラングじゃないです。気持ちいい入りました。あ、でも入って、え、なんで手を挙げて気持ちいいって言ったのは何。気持ちいい入りました。入ったんです。今のね、シコシコプルプルズ所属、ペネーム雪玉。ありがとうございます、うん、行くわよ、はい、うん。主よ、魔王アマン、あ、アマン、アモンより受けたまわりし使命を、うん、我が見事果たすぞも見届けるがよい。キャッシュレス決済、お金入れるとこどこ。主、助けて。 PS、 いや切り替え、個人的にはまだ現金派なので、うん、キャッシュレスオンリーのセルフレジには困ることも多い今日この頃にしても、ベルヌスは余ったお金でお菓子買っていいよって言われたらお使いに行ってくれそうな可愛さがありますね。あ、自分を乗せてできないパターンで書いてくれたね、はい、うん、ありがとうございます。あともうさっ今さっき水野さんにそのうちわを持ってもらったばっかりですぐ2回目も忘れてたし、ダメだ、こうやって甘やかすとしてどんどん今甘やかされてそうかそうか、いつもどうやってたかね。こうやってたんじゃない。やってた気がするけどね、一応ね、うちも現金派だから困るんだ。そうっすか、わかんないの。あ、セルフレジ、うん、いやセルフレジギリギリわかるけど、うん、キャッシュレス、現金派だからさ、ペイペイ、わかんない、ペイペイもうち持ってない。はい、わかんないもん、うん、はあ、私逆に最近あの何自動販売機で、あ、すごい買おうとしてこうやって押した後に現金しかないとってなって去っていく。そんな感じなんだ。うん、スイカのカードは持ってるよ、うん、スイカなかったらだいぶ暮らしづらいな、うん、スイカももう スマホに入れられるからね、うん、入れた方がいいのかな。そう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 、あれはどうやって連携してんの。後で話すね。そうだね。そうだね。今しなくていいことだったね、確かにね。みんな知ってるからさ。最後に公式の回答。おお、おい、おい、リスナー2枚しか来てねえじゃねえかよ。おい、みんな聞きやがった。セルフレジがテーマなの、いよいよおかしすぎて全然送ってきてねえじゃん、もう。そう、ちょっと難しかったんだな。終わるぞこのままじゃ。コーナーが、頑張ってくれよ。あ、よし、これ公式ね、公式、うん、公式が、うん、多分頑張ってるこれ。そうなんだ、ちょっと、うん、入れるね。はい、うん、マイクもゴリゴリなってるしね。あれ、ミノーザはネット上で、はい、あれ友達できたりとかの経験はあるんですか。なんか20年くらい前はなんかいましたね。あ、ミクシー的な。あ、そうです、あのポストペットとか。うわー、ポストペットだー。ポストペット友達を探して、あの四角い小さい空間にそのクマがこうやって歩いてくる、ね、そうそうポストペットが。オタク話をしつつ、なんかお互いのあの学生のなんか好きな男の子の話とかしてたら、あと文通もしてた。めっ、文通じゃいい話じゃん。ポストペット懐かしい。懐かしい。ポストペット、はい、やりてえ、ポストペット。ピンクのクマ。あ、ピンクのクマ。そう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 、ギリギリわかる。知ってんじゃん、うん、あとあのなんていつでも一緒みたいな、僕と一緒みたいな。あ、それはあのプレイステーションのやつだから違います。僕と一緒は古谷実だし、いつでも一緒はプレイステーションで、僕と一緒は古谷実。出てかないうちにどうぞ、うん、そうだね、抜けちゃうから。また入れなきゃいけない。いくよ。塞ぐ者が身を潜め。俺たちは無力だ。俺たちは無力だな。何してんだろうと思った。
よし、やろうやろうやろう。塞ぐ者が身を潜め、我ら求める者へと引き継がれた。ふっ、いいだろう。今ここに契約は果たされた。我が眷属となり答えよ。イントラストトランザクション。アルジアルジ、ピッてするのをやってみていい？おお。本物っぽい、本物っぽい。イントラストトランザクションは、うん、生産委ねるうつろな機械。おお。来ましたね。公式らしい。おいおい、前回のセミどこ行ってんだよな。確かにな。ビリ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 の時間な。ビリ申して言ってたのに、うん。公式頑張ってくれたけどね、もうちょっとそのみんなのモチベーションが下がり始めてるから。頑張ってよ。はい、コメント来てる。これだからあのいよ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 メール来なくなったら終わるからね、このコーナーね。嫌じゃん、ベルルスは悩み相談の方もあるんだから。でもコーナーいっぱいあったら嬉しいじゃん、うちが。そうだね。うちが。店に入った時からうずうずしていたので、うん、いっぱいピッてさせてあげてください。でもこの後セルフレジの使い方に困ってしまうので、うん、軽症者の皆さん手伝ってあげてくださいね、うん、できない方が正解っちゃ正解なんだ、公式見解的には。なるほど、だからみんな合ってるってことだ。そうね、うん、そうね、やっぱベルヌズはどんどんアホになってる。そうだな、あのバスの降車ボタンとか押したいタイプだろうな、きっと。あー、かわいい、うん、いやでも押したいよね、かわいい、やはり押したいよね、うん、じゃあまだ継続、コーナー継続を願って、じゃあ次回のテーマの発表もお願いします。だな、向こうの世界にないもんばっかり言うなよ。本当だよ、満員電車って難しいね。なんか生しか感じないわ。あら、うん、満員だもんね、だってね、満員だよね。もう響きからしてダメだ、満でいいんだわ。あー、すげー、満でいいんだわ。すげーな、まさにガスだねみたいな言葉。満でいいんだわ。だって言ってた、田村正和が満でいいんだねっていうあの CM でおなじみの。まあ、ザ・ベルネスだったらなんて言うんでしょうか。はい、マスターたちからの回答お待ちしています。以上、ベルネスからの挑戦状でした。お送りしてきました、マコ・ナナミ・ユーマの神プロクラブ、エンディングのお時間となりました。番組ではマスターたちからの投稿をお待ちしています。配信ページの概要欄にメールフォームがありますので、かっこ白紙、そちらからどしどし、そちらからどしどしお送りください、かっこ熱、そして現在ユニオン対抗メール戦技競技会が開催中です。メールが紹介されると所属している架空のユニオンチームにポイントが入りますので、ぜひたくさんメール送ってください。よろしくお願いいたします。そしてこの番組の X のハッシュタグは神プロクラブです。ぜひこのハッシュタグをつけて番組の感想をポストしてください。ということでですね、新規リスナーがですね、多分2連続で誘い紙ブルーアイズパステル猫ちゃんに入っているという。まあ正直そのこんなに熱く人本気で取り合ってんのはあやねさんだけなんだけどさ。なんで？え、でも戦ってんだろ。でもみんなどうせまこちゃんのユニオンに入っても、あの私のことをあのレイドボトルで助けてくれる。なんでそんなやついない、そんなやついないよ。あの自発しないでさ、私の救援を。なんでだ、なんでだよ。そうだよね、私知ってる。確かに、でもあれだな、スパイ的な入り方もできる。あー、なるほど。やだ、逆もありだよ、逆も、逆もありだよ、逆もありだよ。あ、すごい、まさにカスタネみたいな言葉。逆もありだよ。自分でさ、いいこと思いついた、うちも。何何、なんかうちがメール送ったらいいんじゃないの、ここに。は、嘘ついて、嘘ついて。何のために、なんかズルズルために。それがそれがどう良くなるのか教えて。どういうメール、なんかメールは、ね、でも輸入入りたいなっていうふうに送って、で、どっちかに勝つじゃん。はい、輸入何もしないの。あー、なるほど、あの虚無が手に入るわけ。虚無が手に入る、あー、すごい、RTA みたい。そこで無を取得することによってバグが発生するみたいな。あそこで私がぬか喜びしてるのを心抜けバーッって言ってしまって。なんて嫌なラジオだ。何の嘘もしないみたいな。言うほど誰も辛くない。なんかしな。お別れのお時間です。神プロクラブ、お相手はあやねまこと、伊豆のななみと、青木ゆまでした。バイバイ。
この番組は DMM ゲームズテクロスの提供でお送りしました。神プログラムアフタートーク、イエイ。さあ、音編終了後のアフタートークではこちらのミニコーナーをお届けします。うん、青木さん、今のですね、このうちわだけ絶対忘れないのはどういう理屈なの？字が書いてるからかな。やっぱあの1年半の歴史がありますので、はい。このコーナーでは1分間お題についてトークをしている間に水野さんが下ネタをぶっ込んで、あやなさんが青木さん今のですとツッコミを入れることができるかというコーナーなんですね。実は意外と最近来てないの、うん、なのですって言ってないの。あ、未所属だ。ペンネーム、ポーボボーキサイト。ボーキサイト、ボゴールそこさあ、水野ラミ開始0秒どころかマイナス、試合開始前に1得点でございます。ねえ、もういっちゃうね。ボーキサイトで、ボーキサイト、ボーキサイト、お題、タトゥー。タトゥー、タトゥー、タトゥー、じゃあタトゥーで1分間話していきましょう。はい、スタート。あの陰謀もタトゥーに入るんですか、ね、待って陰謀、陰謀、びっくりした、びっくりした、陰謀、やだ、もう最低、ギャランドゥの話だ。もうじゃない、嘘でしょ、陰謀、陰謀、みんな大好き。でもあれ浮かぶじゃん、気持ちよくなったら、そう、全員がその認識である前提で話すの。あれはさ、浮かぶじゃん、気持ちよくなったらじゃないよ。誰にも浮かばないんだよ、陰謀は。そう、でも知ってる、最近流行ってるような、なんかこういう。え、私あのアマゾンで陰謀シール買っちゃった。え、最近ちょうど陰謀もののヒロインをやる機会があったから、役作りのために陰謀もののヒロイン、陰謀もののシールを買ったんですよ。新しい世代のウィロウ、貼ってはいないから、なんかもう誰かにあげたい。え、貼ってみせてよ。貼って、いらないよ、ちょっとでいいから。ちょっとでいいからって、その先ちょっとだけ、ちょっとでいい、ちょっとこっそり見せてよ。自分で貼ってあげるから。やだよ、誕生プレゼント、誕生プレゼント、おいプレ、どっかのタイミングで3人とも陰謀貼ってる日作る。喋らない、見せない、見せない日、今日実は、そうそうそう、エンディングで最後、実は3人とも陰謀浮かんでないから、こう実は最後いい下着をつけてる時って、ちょっといい感じになるらしいから、あ、いい下着をつけてる時ってね、なんか内面から変わるんだって、うんうん、いいって何で、高い、高い、あ、はいはいはい、はい、うん、ちょっといい感じになって、はいはい、やると私ちゃんと今日の私はいい下着をつけてるってなるらしいから、陰謀も変わるかもしれない、陰謀もしかしたら。じゃあ来週のおやねさんはあのいい下着をつけて、どうしよう、エロくなるのかな。そう、言わない、言わないけどみんなが勝手に思うんだ、いや、あれさ、あれさ、今日高い下着をつけているボロボロだよ。それは買い替えろよ。全然エロくねえ話に着地したよ、陰謀の話したよ。陰謀はでも今のかな、うん、分かんないな、うん、全然高らかに今のですって言わねえじゃんこの人はと。はい、ということで、アフタートークもここまでです。タイプクラブ、お相手はあえりまこと水野ななみと青木ゆまでした。バイバイ。